この程度で私を止め、もっと強くなれる。修行の成果が出せたね。そろそろ免許解。
よかった、誰もいないみたい。何をそんなにビクビクしている？自分の家だろう。しっ、私親に黙ってミラたちについて行ったから、見つかったらすっごく怒られるんだよ。その通りね。お母さん、いつの間に。全く気配はなかったぞ。ソニア先生は武道を極めてるからね。レイヤ、あんたって子はどれほど心配したか分かってるの？お父さんなんか泣いちゃって大変だったのよ。ごめんなさい。待ってくれ先生、レイヤは僕たちを助けようと。ジュードもミラも甘やかすとこの子は調子に乗るって知ってるでしょう。ごめんなさい。すまない。まあまあ、お怒りはごもっともですが、レイヤさんは私が責任を持って。あなたもですよ。子供のわがままを叱るのが大人の仕事でしょう。おっしゃる通りです。あなた方にはじっくり話す必要がありそうですね。全員整列。以上です。今日のところはこれくらいで許してあげましょう。まさかお説教がこれほど長く続くとは。ここまで叱られると逆にすがすがしくなってきましたよ。うちのお母さんを怒らせてこの程度で済んだのは奇跡だよ。だよね。だがレイヤ、こうなった以上私たちと旅をするのは無理ではないか。そんなのやだよ。何回怒られてもみんなと一緒に行く。レイヤ。当然ね。途中で投げ出したら許しませんよ。お母さん。誓ったのは黙って出発したからよ。自分で決めたなら気の済むまでやってみなさい。はい、行ってきます。よかったねレイヤ。皆さん、ふつつかな娘ですがどうかよろしくお願いします。お母さん、結婚するんじゃないんだから。ただいま。無事だったか。当然だろ、俺がついてるんだから。ジュード、お前は出ていなさい。なんで。なんでもだ。ちゃんと説明しないと若者は反発しちゃうぞ。
私が全てを説明したら困るのはお前だろう。俺が柔道を人質にでも取ってるみたいな言い方だな。違うというのか。むしろアルクノアから守ってやってるんだ。てか互いに助け合う仲間だよ俺たちは。ま、信じたくないならいいけどな。だがあんたが思ってるより息子はずっと大人かもよ。あれは反抗期の子供だ。反抗期ってのは子供が大人に変わるための期間だろ。大人じゃないが子供でもないさ。父親としては複雑だよな。いろんなものを捨てて手に入れた家族、大切な息子が自分の手から離れていくのは当然のことだ。逆らいはしない。あんたはそういう人だったな、マティス先生。柔道が優等生なのはあんた譲りか。父さんと何を話してたの？大人がかかる病気についてちょっとな。詳しく聞きたい？別にいいよ。アルビンや父さんのプライベートに踏み込む気はないから。あっそう、相変わらずご立派なこと。確かにまだまだ大人じゃないな。Thank you.